ハワイのホノルルにある、注意看板ココヤシの自然生息する範囲が赤い、線で示されているココナッツが木から落ちて、人に当たると、背中、首、肩、頭に重傷を負うことがあり、時には致命傷を負うこともある。このココナッツによる死者数が誇張されて、都市伝説として広まっている。口実する。 落下するココナッツによる負傷についてという1984年の研究が発表され、木から落ちたココナッツによる死亡事故は誇張された形で世に広まっていった。毎年150人がココナッツ落下により死亡しているという説が根拠を書いたまま世界的な都市伝説として普及した。2002年にはサメの被害に関する専門家が世界では毎年150人が ココナッツの落下で亡くなっていると発言したことで、この伝説はさらなる勢いを得た。この統計は、サメが原因で死亡した人の数が、年間5人程度であることと対比されることが多い。2002年、オーストラリアのクイーンズランド州当局が、ココナッツによる死亡事故を防ぐために、地元のビーチからココナッツの木を撤去したことを受けて、 ある有名氏はココナッツを殺人果実と評した。ココナッツによる実際の死亡事故に関する歴史的な資料は少なくとも1770年代にまで遡ることができる。活字化された記録にはココナッツを兵器として使用した例も含まれている。第二次世界大戦中の日本軍によるココナッツ爆弾のことである。ココヤシは高さ30メートルまで育つこともあり。 ウジョの葉が4から6メートル、その右辺は60から90センチメートルほどになる。古くなった葉は綺麗に剥がれ落ちるため、幹は滑らかなままである。ココヤシの木は1年に75個もの果実をつけることもあるが、実際は年に30個以上の実をつけることはあまりない。その果実であるココナッツは大きくなると1.44キログラムに達する。ココヤシは 世界80カ国で栽培されており、その果実の総生産量は年間6100万トンにも及ぶ。ココナッツによる死亡事故という逸話の起源は1984年にピーター・バルス博士が発表した研究論文落下するココナッツによる負傷に求められる。この論文の中でバルスは自身が拠点とするパプアニューギニアでの4年間の観察に基づき、 怪我で入院する患者の2.5%はココナッツ落下による負傷であり、うち少なくとも2人が死亡していると述べている。この数字が誤って沿用され、後の世界で150人が亡くなっているという説に繋がった。その前提となっているのは、世界各地に同じ割合でココナッツによる死者がいるという考え方であった。2001年、バルスの論文は、追試できないしすべきでもない、 研究と認定されイグ・ノーベル賞医学賞を受賞した。彼は、このありがたくない栄養を受けたことに対して、カナダの CMA ジャーナルに、日常的にこうした怪我を治療している身としては全く、笑えない話だと語っている。バルスの論文が発表された後の1985年2月、ニューヨークタイムズは、ココナッツの木によって起きた事故を報じており、記事によれば、ココナッツが落下すると、 下に立っている人間にほぼ2000ポンドの力で激突するとされている。バルスの論文が発表されてからココナッツによる死亡者数は誇張されたまま拡散し始めた。死亡事故の噂があまりに広がったために2004年にこうした噂はジャーナリズムによる現代の神話と言われ、また2012年にニュースコラムのストレートドープはそれが神話に過ぎないことを論じ、 都市伝説になっていると指摘した。ココナッツによる死に関する主な報道や出来事には以下のようなものがある。メキシコ、ガンクン近郊を落下したココナッツが実際に人を殺すためには木が十分に重くなった身を高いところから落とすことが前提となる。記録された例としては次のようなものがある。ココナッツによる死は重力に従って 木から落ちてきた実に当たり死亡するのが典型的な例であるが他のバリエーションも記録されている。非常に変わった例で言うと1930年代にインドで起こった事件がある。世界中の新聞が報じているがインドの小学生が不思議な魔法をかけられたココナッツによって殺されたものだ。教室から本を持ち出した人間を見つけようとしたハーナ・ハリの小学校教師が 自分の受け持ち生徒たちに縄マムのあるココナッツに触るように命じた時のことである。教師は本を取った生徒がココナッツに触れると神の怒りを受けると説明した。ある生徒が触ることを嫌がったが、それでも無理やりココナッツに触らされた。するとその子は高熱が出て専門状態に陥り、1時間も経たないうちに死亡したという。1983年4月。 ココナッツがフロリダ州シエスタキーの砂浜に打ち上げられた赤棒クジラの死因だと報じられている。ココナッツの殻がクジラの腸に使えていたためであった。1997年5月にはココナッツオイルによる死亡事故が報じられた。ウクライナ・キエフの工場で生産ラインの管理者がココナッツオイルのタンクの中で溺死した。 行方不明の届けが出ていた彼の遺体が発見され、警察はココナッツオイルに誤って落ちたか、押されて落ちたかの調べを行った。2009年に太陽国でココナッツ採取のために猿を刺激していた48歳の男性が国死に起こった猿によって樹上から投げつけられたココナッツが頭部に当たって死んでいる。その他にも強力な兵器としてココナッツが使われた例がある。 ココヤシの木が倒れたために死亡事故が起きた例も挙げることができる。ココヤシが強風や津波などが起こった時、木に体を縛り付けた人の命を救えるだけの丈夫さを持っていることは認められている。ココナッツの落下による死や怪我が元になった訴訟問題もメディアで報道されている。1956年、マイアミ市は、 死が所有する木から落ちたココナッツが足に当たった女性に300ドルを支払っている。この事件を弁明しようとしたマイアミ市側の弁護士の説明によれば、その危険性は警告されてきたという。なぜなら、ココナッツが褐色がかってくれば、それが今にも落ちてくるであろうことは、道理をわきまいた人間であれば当然考えることだからである。1977年7月、 落下したココナッツが当たったハワイの警察官に3万9千ドルが支払われている。警官がラハイナの歩道に落ちた葉を掃除している時に頭に身が落ちてきたもので辞書のオーナーは木の管理を怠ったとして起訴されたのだった。2004年12月、イギリスのホテルを訪れたブラウンという男性は朝食を食べている時、そばにココナッツが落ちてきて頭に当たりなくなった。 その妻は後にドミニカ共和国資本のホテルと夫婦の旅行を計画した代理店を訴えている。校舎に対しては過失があったと認められ、裁判所に55万ドル相当の賠償金の支払いが命じられた。しかしこの旅行代理店は倒産したため、実際に支払われることはなかった。アメリカの詩人フレデリック・シーデルはココナッツと題した詩を書いており、 この作品には次のような修行がある。ココナッツは落ちてきて、頭に当たることがあるもし本当に高いところから、落ちたなら、その一撃で、人は死ぬ、ココヤシの下のし、これこそ僕の人生だ。落下したココナッツによる怪我は、アメリカのテレビ番組、ギリガン君 SOS の呼び物でもあった。1965年6月のエピソードは、ギリガンの鼻に、ココナッツが落ちてきて、 怪我をしたことをめぐって展開する。俳優のボブ・デンバーは、このシリーズの成功を次のように語っている。小さな子供が大好きだったみたいなんだ。ギリガンの食事を奪って逃げる猿やココナッツで頭を撃った男を笑うのに、飛び切りの知性も推理力も必要ないからね。デンバーが亡くなった時、番組プロデューサーのシャーウッド・シュワルツは、 スラップスティックコメディアンとしての才能を十分に認められたとは言い難いデンバーについてこう語った。大方の人間は落ちてくるココナッツに対するリアクションだけが求められる場所で俳優をやることが難しいだなんて考えやしないものだ。2006年3月ニューズウィークは言論の前 CEO、権令を封刺する記事を掲載した。例は頭に落ちてきたココナッツが元で、 記憶喪失にかかり、自分が CEO を務めていた時に、言論で起こったことについては思い出すことができないと証言したからである。ローリングストーンズのキース・リチャーズが2006年4月に脳震盪を起こして手術を受け入院していた時、レポーターたちの中にはリチャーズがココナッツが当たったことが原因だと誤って伝えるものがいた。実際にはココナッツの実が落ちてきたのではなく、 彼が身を集めようとココナッツの木に登っていたら自分が木から落ちてしまったのだった。アーケードゲームおよびファミコン用ゲームドンキーコング3では仇役ドンキーコングが頭上からココナッツを主人公のスタンリーにめがけて投げ落とすという描写がある。当たるとミスになる。ありがとうございます。